愛知県警察です。名古屋市およびその周辺の交通情報をお知らせします。国道1号線豊根方面は中塩田付近で渋滞しています。また大型緑地付近で流れが悪くなっています。国道19号線下道は立内インター下付近を先頭に大和通り2丁目付近まで1キロ以上渋滞しています。以上交通情報をお知らせしました。名古屋国際女子マラソンに伴う交通規制のお知らせをします。3月13日日曜日12時10分から15時30分頃までの間に水堀区上競技場周辺、環状線や妙音通り、若宮大通り、桜通り、大津通り、名古屋城周辺、秩父通りなどで名古屋国際女子マラソンが開催され、コースにあたる道路ではレースの進行に従って